Hey everyone, welcome back to our channel. I'm Trudy. And I'm Dre. And together we are Beauty and the Beard. So today we're watching Oshinoko. So today we're jumping back in Oshinoko for season 2, episode 1, Tokyo Blade. Let's get right into it. Let's do it. Ooh, somebody's performing. Is it the TV show? Is it the movie? Shuriken! Actors look sick. Looking like you. Those punches. Hey! There he is. Those punches look weak as hell. Three horns. Toki. Kind of looks like, Hey, I know. Oshinoko's back. Ooh. Ooh. Nobody. Yeah, that little girl story was sad, don't mind. That was so sad. Oh. I guess this season's gonna be heavily about that. They're so cheery, it's crazy. The gang's all back together. I wonder how their group is doing. Okay. B. Komachi. Oh, that was a nice touch. この物語はフィクションである。All right, I can. そこまで10分休憩する。かな。Oh man. 黒川、ちょっといいか。はい。新生 B 小町のファーストライブから季節は移ろい。4ヶ月が経ちました。その後も私たちは何度か小さなライブを開いたり、配信動画を定期的にアップしたりして、少しずつファンは増えています。口では役者にならないと言いつつ、いろいろ仕事を増やしていて、正直何を考えてるのかよくわかりません。あ、そうそう、お兄ちゃんには今可愛い彼女がいます。本人曰く仕事だけの恋人だそうです。クズ男、女の敵って思います。私は今ママの立てなかったドームのステージに立つ日まで一生懸命アイドル続けます。見ててね。日本各地に存在するチームが構想を繰り広げ、互いに友情や愛情を深めていく王道バトルストーリーだ。アリマは主人公たちの新宿クラスターに所属していて、今回の劇はこの2チームが戦う渋谷構想編を柱にシナリオが展開する。アリマとの共演はラストだけか。かなちゃんとの共演シーン少なくて残念。顔合わせの時も一緒に来てたし。いや逆
あいつは演技の話になると熱がこもりすぎて怖いからな。出番ずれてる方がぐちぐち言われるタイミングも少なそうで助かる。そういう情熱ないの？ないよ。He's working hard for another purpose. Yeah. 舞台に立つやつは基本的に演技が好きで、演技に真摯なやつばかりだ。俺は違う。演技は愛の真実に近づくための手段。劇団ララ大代表金田一敏郎、近づくための手段。そろそろ休憩終わるぞ。うん、ちょっと待って。ほう、面白い。一つ俺がどんなやつか見てきてやろう。考えなしに戦いを仕掛けようとしないでもらえますか。僕も同行して。今回下手な子いないね。ララライの面々が演技できるのは当たり前として、メルト君も京アマの演技見た時どうなるかと思ったけど、なかなか仕上げてきてるし、赤君も舞台は初めてって聞いたけど、周りが見えててそつがない。カブラギはよそに人を送る時見た感じ、アカネちゃんの方が一歩先行ってる感じかな。アリマちゃんも負けないでほしいな。わからんよ。話し合いで解決できる雰囲気じゃなさそうだしな。強い方が刀の相棒になるな。その程度か。It's really cool, the animation. ごちゃごちゃ抜かせんじゃねえ。どうした、交差するか。舐めた口は。何がおかしい。お前強いな。離れろ。アリマから、この後飯どう。いいわね。私も聞きたいことが山ほどあるわ。メルトも来なさい。え、俺も。共演シーンが多いんだから当然でしょ。あんな身勝手な、私を見ろって演技ができる子じゃなかったのに。 Really?自信、覚悟、タイトルをやって何か掴んだ。あれとどう戦うか必死になって考えちまうもんなんだよ、役者なら。舞台はだいたい1ヶ月程度の稽古期間を設けます。昼頃集合の夜解散で6、7時間、稽古場代役、スタンドインを雇うことも少なくありません。でも、When he had under Penny, I'm like, this guy's not part of the crew. 夜だけでも参加しようという人も多いです。ここ、なんて読むんだ。さきもり。なるほど。え、これ防塵だと思ってた。アリマ賢いな。これくらい普通でしょ。本とかちまちましてるのは苦手だ。俺は映像しか見ない。ああ、わかる。Oh man. しか読まねえっす。Most kids these days. 3日目ともなると、私の彼氏孤立してるな。あまり人と馴染むの得意じゃないのかな。溢れ出る陰のオーラがすごいもんな。Strong gloomy vibe. ちょっと親近感。She's always just dark. かなちゃんのこと見てるの？ん？ああ。ああって、一応私。それは過去、自己顕示欲の強い演技で仕事を失った有馬がこの業界で生き残るための戦略なのかもしれない。Interesting. 今までパッとしない役者に囲まれてパッとしない演技をしていた。だが、wow. 今回そばにいるのは茜、有馬に勝ちたいんだろう。このままじゃ負けるぞ、大差でな。怒るなら怒れよ。感情表現子供か。そんな心配してる場合。アクア君だってこのままじゃ。新宿の連中全員皆殺しにしてやりなさい。黒川、そこの演技はもう少し強めでいい。周りのテンションに合わせて。新宿の連中を全員皆殺しにしてやりなさい。オッケー、その感じで行こう。Like Lelouch. Like Lelouch. It's true.Got the handle. Hi. こいつ時々なまるしな。
ってた？いつ？気づいてなかったのか。今回の舞台、私は立ち上がりが少し悪かった。いわゆる負けヒロインというやつだ。Defeated leading a BG。 原作最新話では言い名付け設定もほとんど死に設定になってる不遇のキャラクター。男の人は剣みたいな表情豊かで生き、さや姫の出番が少ないということはキャラ分析の素材が少ないということ。妄想で欠けたピースを保管して自分の中でキャラを作り上げなきゃいけない。ああ、that's a dope imagery for showing killing in the blinds。 私のキャラ解釈と脚本の解釈は、本来姫は内気で人を殺めることに葛藤を抱いていた優しい子なのに、舞台の尺を省略するためにだいぶ戦いに前のめりになっている。これじゃ殺戮大好きなクレイジーだよ。漫画を演劇という違うメディアに落とし込むために、私は好きだよ。でもしょうがないよね、原作の先生がこれで OK 出したんだもん。これでやるしかないんだ。今日は原作者も来るらしいから挨拶がてらかな。ねえ、この脚本ってどう思う？ん？ちょっと原作とは違うでしょ。俺が前に出たドラマの脚本に比べたら90倍はマシ。よかったもんね。気になるところがあるなら直接聞いたらどうだ。他の役者と演技のダメ出しし合うのも金田一さんは良しとしてないくらいだし。He's gonna go。スマッシュヘブンの公演はこれそう。すみません、黒川が脚本について質問があるみたいなのですが。あ、演出の金田一さんの意見も踏まえてお伺いできたら。ちょっとワクワク。二人同時に聞けば筋は通るだろ。ああ、原作よりだいぶ好戦的な感じだしね。そうなんです、原作だともっと葛藤が。まあね、そこは僕もかなり悩んだ。Wow! ただでさえ登場人物が多く、さまざまな思惑が錯綜する群像劇を2時間程度の尺に入れ込むとなると、シンプルに整理する必要がある。Right. 僕も原作のファンだからさ、あんまり手を入れたくないんだけどね。そういう汚れ役も僕の仕事のうちだと思ってるからさ。といっても演じるのは引っかかってる部分があるなら、今からでも直すよ。甘やかすな。Interesting. 俺も原作は最初の何巻かは読んだが、さや姫の心情を入れればノイズになる。そう、活発なキャラにしたことで対立構造がシンプルになり、この舞台においてお前の役割は心情の深さを見せることじゃない。人物たちの対立を分かりやすく見せる舞台装置として。 The stage setting。 Wow. だそうだけど、You're just a backdrop。 納得できたか。あ、こんにちは。東京ブレイド作者のアミコ先生と付き添いの22 years old。 アリマさん、今日はの打ち上げ以来ですね。アクアさんもまたお会いできて嬉しいです。光栄です。先生、お久しぶり。Who is that? 先生、はじめまして。Oh my god。 ほら先生、ちゃんと挨拶して。イケメンと美女は目を合わせただけでテンパる。まあ、わかるけど、ありがとうございます。 Hear her thoughts and say a hime。 どうですか、先生。みんな演技上手。先生、舞台の時は練習じゃなくて稽古って言った方がいいですよ。あ、そうなんですか。すみません、私何も知らなくて。すごいな、私が言わなきゃですよね。 Let's hear it。 脚本って今からでも直してもらえますか？ Wow。 もちろんですが。 Not the same ideas as that。 どのあたりっていうか、その The whole script？ 全部。 Wow。 Wow。That's it. She can't. She, man. Because that's the thing. Like, literally, they were talking about how the adaptation, like, when it comes to the scriptwriters, they use their free reign to change whatever they want about the story. You know what I'm saying?
So when the original author comes in, it's like when George R.R. Martin was working with the writers of Game of Thrones. You know what I'm saying? Like, make sure everything is on point. Everything is, or even if it's switched, make it so it's believable in that character arc. Mm-hmm. You know what I'm saying? So they had Saehime going from this shy recluse, not really a fighter, to, oh, bring the battle on. Blood shall be shed. You know what I'm saying? So I gotta see how this works now. And the thing is, it's crazy that, like, the person who actually wrote the story expresses themselves better by pen than by voice. So, like, it's... So, now to see her come back and be like, oh, yeah, I love the way this all looks, but let's go back to the paper and get it right the first time. You know what I'm saying? That's actually pretty dope. That's cool. That's cool. Kana's... looks like she found a little love interest there when she was fighting that guy, you know? Like, it's true. Loves to chat though, and girl, oh, just chat. The whole every time you saw her, even if you couldn't, but the mouth is just moving. Yeah, you know, Kana's full of it, right? So, but it was cool to see all the new characters that they introduced. I'm curious to see how they all play in and how this guy's able to accomplish his goal with, you know what I'm saying, with all these loose pieces, you know what I'm saying? Oh, yeah, man, fuck, man, it was a great. Great start to Oshinoko Season 2, and we can't wait to get on to the next one. So, thank y'all for joining us for the season premiere of Oshinoko. Be sure to hit the subscribe button. Let us know what you thought about the latest episode down in our comments, and be sure to go over to our Patreon to check out the full-length Uncut Reaction, or stop by simply to support our channel. I'm Trudy. And I'm Dre, for Beauty and the Beard. We're signing off until the next one. Bye.